始まりました、ストリートピアノライブということで、はい、本日ですね、バイオリン、の方を担当させていただきますトムロタツキと申します。音楽の方では、トムロックという名前でやってますのでよろしくお願いします。音楽、この楽器バイオリンの方はですね、クラシックで言うと、バイオリンなんですけども、伝統音楽をやるときには、フィドルという呼び方に変わりますので、今回はフィドルのトムロックということで覚えていただければ、幸いです。はい、じゃあ、はい、こんにちは。僕は今宇都宮の方に住んでいるんですけども、出身は那須塩原の方になります。今回は、ピアノを弾かせていただきます阿部です。トムロ君と一緒に音楽をやるときは阿部ロックっていう風に言ってるんですけどもなんかちょっと自分の中ではなんかゴロ、ゴロがなんかしっくりきてないから、ね、しっくりきてないという感じなんですけど、はい、今回は阿部ロックでやらせていただきます。よろしくお願いします。はい、もともと自分たちはアトベックっていう名前のユニットでちょっとやってたんですけども、ね主に伝統音楽、そして、タンゴをオリジナルという変な組み合わせで、いつもやっておりましたね。きっかけは、アイルランド、アイルランド、アイリッシュ系の音楽一緒にやってて、ね、それで一緒にっていう感じでやっています。はい、一応今回この、ライブの方で、お送りする曲はアイルランドとかスコットランド、イギリス界隈の伝統音楽を中心に弾いていきます。伝統音楽といいましても伝統音楽風ということで、ご理解いただければと思いますので、はい、いろんな形が、そう、いろんな形ができる音楽なんですよね。風、そう風って大事だから、なんか雰囲気、雰囲気、その楽器によってその雰囲気が変わったりとかするんですけど、今回はそのフィドルとピアノでなんかアイルランド音楽、そう、アイルランドの曲を自分たちなりの解釈でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速1曲目、いきたいと思うんですが、まず 曲説明を簡単に曲説明をやっていきます。はい、じゃあお願いします。まず、そう、曲説明に入る前にアイルランド、スコットランド界隈の伝統音楽の中では、だいたい1曲1曲が短いものですから、それをセットという形で、つなげて演奏 します。1曲目にお送りする曲は、スコットランドの英雄ヘクターに当てた、追悼歌、ヘクター・ザ・ヒーロー、そして、ジグというジャンルのダンス曲の中から、ケッシュという曲をセットで、お送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。Thank you.
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ヘクター・ザ・ヒーロー、そして、ケシジクのセットをお送りしました。ちょっと間違えたかな？ん？気に入らない？大丈夫？なんかなかった？なんか、なかった？何も。はい。なかったかと思います。はい、じゃあですね、ちょっと次にお送りする曲の説明をちょっといっちゃいますね。次にお送りする曲は、スコットランドの、伝承音楽、こちらをね、エアーというジャンルになるんですけれども、英語で言うとソングですかね、多分ね。そうですね、ゆっくりとした感じの曲になります。2曲目にお送りする曲は、The Slow-Kit Light という曲をお送りします。放題が消えゆく灯火ということで、おそらく、あ、もうちょっと、おそらく自分なりの解釈としては、まあ都会に出てってまたは旅行に出てっていざこう帰ってきた時に、自分たちの地元の明かりが見えた時にやっぱほっとしますよね。またはまあ、誰しも家に帰った時はやっぱり、ホッとしますよね。多分どんな家でもね。どんな家でもそうですね、はい、奥さんが怖いとか、そういうのなければ、居場所がないとかそういうのなければ、実に、ね、ホッとする落ち着く場所ですからね。そうですね、こうどっかあの懐かしいような感じのメロディーですか ですかね、あの曲も。では、スローキットライトをダ・スローキットライトお届けいたします。
はい、ありがとうございました。スローキットライトをお届けいたしました。さて阿部君、はい、何でしょうか。唐突ですが、はい、日光にまつわる思い出とかありますか。日光の思い出ですか。はい、あ、僕あの那須にもう昔住んでて、岩宇都宮在住なんでなかなかこっち来る機会ないんですけども、あの昔あの宿泊学習か修学旅行か、ちょっともう記憶が薄れちゃったんですけど、あの日光東照宮の方に行ったことがあります。あの亡き竜とか、あの見ざる言わざる聞かざるとか、ああいうのを見ました。結構あの美術とか絵とか、あと彫刻とか今すごい好きなので、あのもしあの見る機会あったらじっくり見たいなと思ってます。うん、工事は終わったんだっけ。工事は終わったんだっけ。終わったのかな。終わったね。まあそうか、まあ最近行ってないね。トムロ君は、うん、自分はどっちかっていうとその上の方の赤沼とか千条ヶ原っていうところをですね、だいたい歩いて散策等が好きなんですけど、まあ、あの地獄の暗夜っていうふうに勝手に自分で言ってることがありまして、ゴールがない徒歩簡単に言うとゴールのない徒歩っていうことで、一人だけだったらいいんですけど、あの誰かと一緒に行くと必ず文句がついて回るっていう。いや、好きな人いるかもしれないじゃないですか。そうかな、そうかな。休憩なしだよ。休憩なし、休憩なし、休みなし。1、2時間ぐらい歩いてるよっていう。ずっと歩きっぱなし。ずっと歩きっぱなし。そろそろ帰ろうよっていう声が後ろから聞こえてくるか、帰ろっかってなるっていうね、はた迷惑な、地獄の暗夜をやっておりましたけども。まあ正直思い出として一番よく残っているのが、自分は栃木県交響楽団の方に所属をしているんですが、デビュー栃木県交響楽団デビュー時が、デビューの、今アクセントがおかしかったですね。デビュー曲がですね、今市の文化会館の方で、行ってまして、福部明の世界っていうコンサートがありまして、そこで、福部明さんのリトミカオスティカーナとゴジラの曲をやった記憶があります。それが一番大きい思い出ですかね。あ、ワンちゃん元気ですね。こっちか聞こえないでしょうね。外で ね泣いてますね。今こっちでしか分かんないことを言いましたね。多分マイク入んないもんね。はい、じゃあ時間も押してまいりましたので、最後の曲に移っていきたいと思います。はい、はい、ドロージーマギー、そして、マウンテンロードタムリンの3曲セットでお送りしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、一応どうします、時間はあるのかな、まだちょっとね、もう一曲だけやりますか、もう一曲、ね、もう一曲だけやりますか、ね、変な汗かいちゃったからっ、じゃあ本当に最後の曲で、ターロック・オ・キャロランのデビュー作、大きい妖精の丘と小さい妖精の丘の戦い、シーベグ・シーモアの お届けしたいと思います、はい、お願いします。じゃあ、第一部ありがとうございました。ありがとうございました。あんちゃん、ありがとうね。ありがとうございました、第1部終了します、はい、そしたらまた2部にお会いしましょう、はい、また2部もありますので皆さんぜひ見てください。ありがとうございました。
はい、第2部やってまいりました。はい、第2部の方も皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまずまた自己紹介の方からやっていきたいと思うんですけれども、私宇都宮出身、宇都宮生まれ宇都宮在住のバイオリンを担当します、トムロタツキと申します。音楽の方だとトムロックという名前でやっていますので、よろしくお願いします。まあバイオリンといっても、本日演奏する、ジャンルがほとんど全部伝統音楽で構成されておりますので、フィドルという名前でやっていきたいと思います。はい、今回ピアノを担当させていただく阿部です。もともと宇都宮に住んでて、出身は那須塩原の方になります。彼と一緒でいろいろ伝統音楽とか一緒にピアノとバイオリンフィドルと一緒にやりながら音楽してるんですけども、一応ね彼と一緒にやるときは阿部ロックっていう風にトムロ君の名前と一緒に合わせて活動をしております。よろしくお願いします。じゃあですね、とりあえず恥ずかしながら今回自分初めてこのニコニコ本陣さんの方にお邪魔したんですけども、いやすごいですね。そのお土産物屋さんに目が引かれてしょうがないですけどもね。目の前ですからね。そうですね。なんかもう美味しそうなのぼりがたくさん立ってるんで、このあとちょっとお買い物でもしてお土産でも買って帰ろうかなと思ってると思うんですけど。そうですね。おやつ食べて。お土産買ってこいっていう指令も出てますんでね。ちょっとそうなんですね。お金逃げらされてましたからね。まあそれは置いといて、まあ今回こういう機会いただきまして、まあ。微力ながら演奏の方やっていきたいと思います。じゃあまず1曲目ですけども、ジョン・マックガンっていう作曲家ギタリストの方が作ったキャニオン・ムーン・ライズ・ワルツというワルツと、モリソンズ・ジグという曲をセットでお送りいたします。第一部の方では申し上げたんですけども、トラディショナルの、まあ、伝統音楽の曲ですと一曲一曲が短いものですから、何曲かつなげてセットという形で、演奏する場合が多いですね。というところで、今回もキャニオン・ムーン・ライズ・ワルツそしてモリソンズ・ジグをセットでお送りしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ありがとうございました。ありがとうございました。1曲目、キャニオンムーンライズ、そして、モリソンジグをお送りいたしました。噛みました。ずっと噛んでますけど、ガムを噛んでるわけじゃないんですよね。分かってますよ。まあ、はい、1曲目、まあ、割と早いテンポでお送りしてきたんですけども、2曲目、続いての曲に関しては、ちょっとゆったりめの曲をお送りしていきたいと思います。タイトルが、ストロキットライト、ダストロキットライトという曲をお送りいたします。放題が一応ありまして、消えゆく灯火というタイトルがついています。本来はですね、まあ、消えゆくっては言っていますが、街のギラギラした光が、まあ、列車に乗って消えていく。でその先にあるのは愛しの我が家、愛しの我が家のあるふるさと、そんなイメージで、我々はやっていこうかと思います。たとえ待っていなくても、誰も待っていなくても、うん、ちょっと余韻残しました。きっと待ってると思うんですけど、ね、待ってる。ちょっとね、こう懐かしさを感じさせるようなあのメロディーが出てくると思いますので、うん、はい、結構あのアイルランドの曲とその日本の曲のそのなんだろう、調っていうんですかね、音階がちょっとそっくりで、なんか日本人がこうアイルランドの曲聴くと、なんかこうどこかこう懐かしさをこう感じるような感じらしいんですよね。そうですね。例えばあのホタルの光とか、あれもスコットランドのエアだよね、のですからね、だったりして、結構なんだかんだで、日本にとっては馴染みの深いジャンルなのかなと。そエアーという、まあ、ソングですね、歌に関しては。ただまああの賑やかな曲の方にはあんまりスポットライトが当たらないので新鮮に感じるのかもしれないんですけども。はい、じゃあちょっと お話は終わりにして、2曲目、スロキットライトの方をお届けいたします。
ありがとうございました、2曲目スローキットライトをお送りしました。はい、ところで阿部君。はい、何ですか。阿部君は唐突ですけど、日光の思い出とは何かありますか。日光の思い出ですか。日光の思い出、僕今住んでるとこが宇都宮で那須塩原の方、もっと北寄り中心なんであんまりこっちに来る機会はないんですけども、小学校の時に宿泊学習かな、なんかちょっと記憶が薄れてるんですけど、日光東照宮に行ったことがあります。泣き竜とか、うんうん、見ざる言わざるとか、眠り猫とかね。そうですね、そういう感じの見ましたね。なんか今になってちょっとじっくり見たいなっていうやっぱ、ね、なんかやっぱこう人間のね年季をこう重ねくとね、その見え方が違うからね。結構たまにあとテレビとかでもやってるので、うん、近場なんですけど、うん、じっくり見たいなっていう風に曲ができるかもしれないね。何かね、こうイメージが膨らんでくるからもしれない、ね、インスピレーションがね。まあ、自分の方だと、まあ、ちょっと一部とは違うこと言いますけど、自分父親のが結構山登りとか散策が好きな人なので、よく子どもの頃に連れてかれたんですけども、雪が積もってたから冬のあれは華厳の滝の近くかな、普通に地面があると思ってふんって飛んで雪を踏もうとした瞬間、雪が胸まで来ましたね、落ちましたね。で父親に引っ張り上げられて、なんとか、その日はずぶ濡れになって帰ったっていう記憶があるんですけども、それだけね自然が豊かでね、一回その赤沼の遊歩道で山根っていうちっちゃい天然記念物がいるんですけど、それを一回見かけたことがありましたね。ネズミみたいなちっちゃい丸々やつ、ネズミみたいな、ネズミ、まあネズミの仲間だけどさ知ってます、うん、今誰も知らない空気になっちゃったけど、うん、僕知らないですまあね、自然が豊かでね、本当、まあ自分も鳥が好きなので、本当に退屈っていうか、まあずっといられるところですね。退屈したことがないっていう、スローな時間がこうゆっくり流れていく、何でも見てられる、何でも見てられる、何でもいい、食べ物も美味しいしね、そんなことがありましたっていう話。ゆっくりなね、結構その落ちがね、自然がねゆっくりな感じのねそうですね。でなんかアイルランドの曲って結構その懐かしさを感じるようなメロディーが多いんですけど、こういうなんだろう、こう自然が多いところにの風景に結構あったりするような感じの曲が多いかと思います。白樺の木とね、また青い空、今ちょっと黒い雲がかかってるけど、今日はねお天気がちょっとさっきちょっと晴れ間見えたんですけどね、見えないんですけどもちょっと雨雲が切ってしまったんで、まあ皆さん降られる前になんとか持っていただければと思います、はい、じゃあ3曲目、一応まあ、最後って言わなくていいか、ん、まあラストの曲、まあ、一応プログラム上はラストの曲になりますが、ラストチャンス、そしてフィニッシュポルカ、ウェディングポルカの3曲をセットで、やっていきたいと思います。ラストチャンスセット、
題ちょ、ポルカということで激しい多分今日2ぐらいで激しい曲を、ね、お送りして終わったところでございますが、あと1曲やってもいいですかね、やってもいいんですかね。ありがとうございます。ってなんかなんかこう押し売りじゃないけど一応プログラムにはあったかななかったかな、ダウンバイザサリーガーデンという曲をお送りしていきたいと思います。こちらはイギリスの古い伝統音楽ですね、ソングになります。エアですね。じゃあ本日は、これでありがとうございました。ありがとうございました。なんか日本語おかしかったけどありがとうございました。ありがとうございました、ダウンバイザサリーガーデンでした、それじゃこれで、本当に終了となります。聞いてまた見てくださった皆様ありがとうございました。ありがとうございました。